転車台、転車台、転車台、ターンテーブルとは、車両の方向を変えるための機械。一般日常に置かれる。運転台が一箇所に設けてある。鉄道車用、特に蒸気機関車及び EF55 型などの型運転台系機関車や自動車の場合、少ないスペースで運転台を進行方向に向ける際に必要な設備である。鉄道用の転車台は、 主に片側にしか運転台がない車両や逆機では性能が限られている機関車を乗せて回転させて車両の向きを進行方向に向けるために用いられる。一般に蒸気機関車の方向転換に用いるものとして知られており蒸気機関車の前世紀には各地の機関区や拠点駅、奇襲点駅に必ず設けられていたが蒸気機関車が廃止され 方向転換の必要がない電気機関車やディーゼル、機関車などが増加するにつれ不要となり撤去され、あまり見られなくなってきた。撤去されないまま放置されていた電車台が蒸気機関車の復活運転用として整備され、再使用されている例もある。また電車や機動車、機関車に改造を施す際や、運用の都合や配置転換などに伴い、車両単独、または、 編成すべての向きを変える必要が生じることもあるため、工場や車両基地、運転車などでは現在でも使用され、また旭川運転所のように移転後に新たに設置される事例もある。アメリカなどでは、ディーゼル機関車においても片側にのみ、運転台を備えている車両が広く用いられているため、現代においてもなおよく用いられる設備である。蒸気機関車の基地、機関区、 機関庫においては、転車台の周囲から放射状に線路を伸ばし、その先に機関車の車庫や修理、点検設備として用いる線形庫を設置した例が広く見られる。これも蒸気機関車の時代には広く見られた設備であったが、転車台自体の減少もあって残存しているものは少ない。転車台の上には架線が張られていないことが一般的であり、電気車。 電気機関車と電車の方向転換を行う必要がある場合は他の動力車を用いるなどして電車台に出し入れする必要がある。ただし、国鉄 EF55 系電気機関車のように電車台で方向転換を行う前提の電気機関車もあり、またスペースの問題からどうしても線稽後に電気機関車を留置せざるを得なくなるなどの事情で、 東海道本線電化時の浜松機関区、現、浜松運輸区や高崎運転所、現、高崎車両センター、高崎支所、水上駅のように、転車台上空にも、架線を張って、電気機関車の自走を可能にした例もある。転車台には、取っ手を人間が手で押して回転させるものと、電動機や圧縮空気などによる動力で回転させるものがある。シュゲタ 後術の回転中心に車両をまたぐ、門系の構造物があり、その上部に電線が引かれている場合があるが、それは車両へ電力を供給する架線ではなく、回転式の終電装置を介して、電気動力式の転車台自体を動かすためのもので、ある。転車台は、レールとそれを支えて回転する部分、シュゲと、回転させるための土台となる地面を掘ったくぼみ、転車台口、ピットからなる。 シュゲタ上にあるレールの高さを転車台周囲のレールと揃える必要性があるため、転車台坑は周辺の地面より掘り下げられている。転車台坑中心には、シュゲタの回転中心となる中央支障があり、ピ・都内の外周部には円形にレールが敷かれ、車両が乗ったシュゲタの重量の一部を負担しつつ、その回転を案内する。シュゲタは構造的には、 ガーダー橋と全く同一であり、このため鉄道橋の一部として取り扱われることがある。主桁に対するレールの配置により、上地式、デッキガーダー橋と下地式、スルーガーダー橋が存在する。上地式ではレールを桁材の上に配置するのに対し、下地式では桁材の間の横領の上に設置する。このため、下地式では桁に対してレール面を低く設定でき。 転車代行を浅くすることができる。転車代行が深いと建設工事の費用がかさむ上に、雨水の排水の問題もあるため、転車代行の面では下地式の方が、上地式に比べて優れている。一方、下地式では、桁の間にレールを敷くため、転車代を使用する車両の最大横幅、車両限界以上に、桁の間隔を広く取らなければ車両が桁に停職してしまう。 桁の間隔を広くすると、その分、横領の構造も、頑丈に作る必要があり、結果として手ュは、大型化し手ュの製作に費用がかさむため、この面では、上樹式の方が優れている。日本で実際に用いられたものは、上樹式の方が圧倒的に多いが、下樹式のものも存在していた。また、手ュの設計としては、バランスト型と三点指示型が存在する。 バランスト型では、車両が上に乗っていない時は、シュゲタは中央支障のみで支えられ、周囲の円形レールとシュゲタタンの車輪は接触せず、浮いている。車両が転車台に侵入すると、その重みにより、シュゲタが下がり円形レールとケタタン車輪が接触して、重量を負担するようになる。しかし、車両の重心がちょうど転車台の回転中心に、一致する位置に車両を埋めると、 再び中央支障のみで重量を支えるようになり、この状態で回転させる。この方式では、桁単車輪の分の摩擦がないため転車台を軽く回すことができ、動力式でも小さな動力のもので回転させることができる。一方、三点支字型では常に円形レールと桁単車輪が接触しており、回転するときにも、 重量を負担しているため、抵抗が大きく大きな動力を必要とする。ただし、バランスト型では、車両の重心位置を回転中心に揃えて停車させることが難しいという問題がある。例えば、C62 系の場合、炭水車に一杯に石炭と水を搭載している状態ならば第一重輪の上たりに重心があるため、日本国有鉄道、 国鉄の大きな機関区や駅で標準的に用いられていた直径20メートルの転車台でも重心位置をきちんと揃えて回転させることができた。しかし石炭や水を消費した状態では重心が前に移動し重心から炭水車高端車輪までの長さが11メートルを超えてバランスを取った状態で回転させることが不可能となる。バランスの崩れた状態では バランスト型の転車台は3.4時系のものより回転抵抗が大きくなる。この問題の対策として新設計の24メートル転車台が登場したが既存の転車台の改修には転車台高の拡大を中心に多大な費用を要するためあまり広まらなかった。このため高年3.4時型に改造したものが現れている。の展開に用いる小型の転車台の中には ダイヤモンドクロッシングのように十字型に2本の線路を交差させて設置したものがある。また、こうしたものの中には、転車台庫を全面に渡って板で覆ったものがある。ロシアのクラスのヤルスク水力発電所には、世界最大シップリフト用転車台設けた。フランスでは、スペース不足の問題から、シュゲタの3分の1くらいの点に回転中心を設けた。 非対称な転車台が存在していた。当然のことながら、こうした転車台では360度回転させることはできない。イギリスのベントナー駅、ベンブリジ駅には、日回し線を振り分けるために、通常の分岐器の代わりに、小型の転車台が存在していた。これは、トンネルを出て、すぐの場所に駅が設けられたため、通常の分岐器を使うと、 トンネルの出口までの距離が近くなりすぎ、機関車が木回しをしようとすると、一旦トンネルに入らなければならなったからである。後にこの転車台は三分岐式の分岐器に置き換えられたが、これにより、機関車は木回しに際して、一旦トンネルに入らなければならなくなった。遊園地ではあるが、埼玉県の東武動物公園内を走る鉄道、パークラインや西平畑公園の ふるさと鉄道は、伏線の転車台がある。終端駅における方向転換に特化したからこそできたものではある。方向転換と同時に木回し線に転線するが、伏線式転車台は、世界的に見ても、非常に珍しい。過去に、軍事用として、列車砲を旋回させ、車格を得る砲座として、転車台が利用されていた。この場合、交代防止用として、 転車台に砲の反動を吸収するため、連結器と直結した干渉装置を備えていることが多い。高級陣地や要塞に設置されるものの中には、天外式に、装甲やベトンで転車台自体を覆い、防御力を高めた事例もある。他に、ドイツ国防軍などでは、フェンゲレターンテーブル、フガラドラシャイブ、フェンゲレドレーシャイベのように、前線で、 列車法を展開させるための組み立て式機材として、転車台が成果されていた例もある。鉄道施設として、現役のものは、現役で稼働する、転車台のある駅、運行列車等一覧及び稼働する、転車台を保有する、運転所、機関区等一覧を参照。バス路線の奇襲点の駐車場や操車場において、スペースが狭すぎて、交代内しは、U ターンなど、 通常の方法による車両の転向ができない場合に設置される。車両を転車台上に乗せ、スイッチを運転席から操作して作動させる。スイッチは台上に設けられている紐スイッチを使用する方法と運転席から遠隔操作する方法がある。また、地上係員が展開操作を行うこともある。東急玉川線の渋谷駅跡はバス乗り場に転換されたが、 やはり狭すぎたためにこの方法で転向していた。中には、ターンテーブル自体に動力がなく、バスの高リンク動力を利用して回転させるタイプのものも存在した。また、タワー型立体駐車場の多く、タワー内部に転向機能を備えないものにも普通、小型、軽自動車向けの転車台が設備されている。この場合の転向操作は駐車場に常駐する。 係員が行う方式が多いが、月決め賃貸専用あるいは、企業従業員等専用の駐車場の一部には、自動車の運転者が一旦降車し操作する方式を、取っている箇所もある。フェリーの車両甲板に設置される場合もある。これは、線尾側だけにランプウェイが設置されているような、船において、船内で自動車が方向を転換して下船することが難しい。 場合に使用される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。